yoksa şey mi ama? Gül gül.皆さんこんにちは。トルコ在住の野中郁美です。明日から4日間の犠牲祭が始まります。トルコ語でクルバンバイラムと言います。今日はその前日である、アリフェギュヌといって、お昼までお仕事などがあるんですけれども、午後からは明日の犠牲祭のための準備としてお休みをくれる日です。で、普通でしたらお買い物したりとか、お洋服を買ったりとか食べ物を買ったりとかするんですけれども、もう一つ、この墓地ですね、墓地に来てお墓のお掃除をしたり、そこでねお祈りの言葉を捧げたりする日でもあります。本来は毎週金曜日にお墓訪問するんですけれども、この、アリフェギュヌにもたくさんの人たちがお墓を訪れて、自分たちの先祖、もしくはお父さん、お母さん、おじいさん、おばあさんたちを訪問する習慣があります。トルコの市営の墓地は個人のお墓の場所区画、もう一つは家族の区画というのに分かれています。家族の区画の場合は、そこに何人入っても OK なんですけれども、例えば異教徒とか、外国人ですねの場合、宗教が異なった場合は普通例えば旦那さんの隣にお墓を作ることができない場合があります。その場合は家族の区画だった場合は、それと関係なく、例えば旦那さんの隣にね出向ることもできるということらしいです。これは2年前にこの、お墓を管理している事務所に、確認したところ、そういうお話でした。で、異教徒にはちゃんと異教徒用の区画がありまして、そこに埋葬されます。ですから、もしイスラム教とかに改宗してないで、旦那さんと一緒にね眠りたい場合は、家族用のお墓を買っておくと、そこに一緒に眠ることができます。この区画は、全て家族の、家族ごとに分かれているお墓です。このように、塀で囲まれている区間が、一つの家族のお墓ということですね。例えばあそこであれば、例えば4人お墓を建てることができます。で、うちのお墓はこちら の大きいところなんですけど、ここですね、ここに、2年前に亡くなった舅ですねが眠っています。今日はそのお墓参りと、お墓にねちょっとお花を植えに来ました。容器に今お水を入れたところなんですけれども、これも多分日本の風習と同じだと思います。そこに水を入れることによって、鳥とか、小動物が水を飲みに来ることができるようにという施しの気持ちだそうです。こちらがお花屋さんで買ってきたお花です。このようなクワと一緒にね貸し出してくれます。皆さんいかがでしたでしょうか。よかったらチャンネル登録、いいねをよろしくお願いします。ではまた次回お会いするときまで、さようなら。